色かぶったら自腹ショッピング全員白ね、まだ盛り上がる。前回はですね、物が被ったらっていうのでやったんですけど、まあ、例えばバッグ買ってきちゃったらバッグの分は自腹とかでやったんですけど、今日は色ね、色ね、オッケーオッケーオッケー。黒とか白とかはちょっとやめた方がいいね。まあみんな買うもんね。淡いとこ攻めて口喧嘩でしょ。あ、もうそこはざっくりいきますよ。僕判定なんで。いや、お前判定はダメ。お前すぎる。知らない人のためにちょっと説明するんですけど、僕ちょっと色盲なんですね。病気らしいんですけど、まあ色が認識できない。まあ白黒に見えてるわけじゃないんですけど、まあ何色かわかんないんですよね。これ、このセーター。あ、最低な色だ。いや、ガチわかんない。じゃ何と何？え、ガチで当てて。ガチで当てて。これふざけてない、ほんとに。ピンクと濃い、緑。ああ。まあじゃあこの白のとこがピンクに見える。ブー。これは水色。薄い水色。これはあのグレーですね。これグレー。これがグレーだから俺からしたら。これはグレーじゃない。これはまあこれはね、ちょっと白っぽいグレー。まあ一応グレーだけど。だから水色なの。くくりは。本当に本気だからね。かくわりで。まあ、色盲色弱と言われるやつですね。そうそうそう。まあ、みんな普通にわかるから、普通にそれは言おうよ。けど、かぶんないもんは、ケーキ。うん。やばいじゃん。じゃ、これやばいんだよ。まあ、でも、常識的にな。バレンシアガの真っピンクのやつとかダメ。けど、それで変なピンク帽子とかで買ってきたやつかぶったら終わりだ、終わりだね。まあ、そこは、うまくやりましょう。じゃ、今から各自ショッピングしていきたいと思います。それでは、やっていきましょう！